ッピングだけなんだよな。いいね。じゃあおやつの時間だ。よ。今日スーパーで見つけた生チョコパレを食べます。何が生なん？よかね、それを今から体験する。どっちが生なんだろう。ではいただいていきたいと思います。いやチョコじゃねえのかさすがに。これ死ぬのが一番よかった。いやいやいや、刺しみたいなのに入ってるかもしれない。なるほど。それパイじゃねえ。いやワンチャンあるわそれ確かに。あうんまこれ。どっちだった？生クリーム。ああ。あこれうまいわ。あのねクリームがあんま甘くないのよ。うん、あこれうまい。冷やして食ったらなおのことうまい。さすが1個150円だけのことはあるぜ。おいしい。ウルト上がった。いくわ。おお痛すぎる。わお。激アツバトル。これだって当たってたかな。いいで引っ張ってて炙りが出れるから。お？あ死んだ。あら。ダメージ感覚がまだない。あれピッケルじゃないんだ。買えないま買えないよ。875円高いな。ピッケル200円ぐらいだと思ってた。安すぎだろピッケル200円。あがーやん外でここ詰めやで。やばあかり帰ってこないね。いや歩いて帰ってくる。にしても時間かかってね。こんなもん。こんなもんよ。こんなもんか。こんなもんじゃなかった。勝てるか絶対。余裕だ。お？あかり死んだね。ノースティール。さりげなく今ショーストッパーで。完璧ー。俺が取ってる。これ上がりがリコールということはこのタープレットを俺がいただくことができるわけで。ショーストッパーでさりげなく取ったのを俺を見てしまった。何を？ヘラルドの瞳。別にいいんじゃない。むしろいい。これあれじゃね、ハルブレイカー出るんじゃね。いやさすがに。あ痛い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 止まっちゃった。もう一枚欲しい。攻撃かな。よしでお願い。よし
あ、できるもこれ。え、そうだよ、なんか。できます。勝ちました。馴染むわ。なんかダイアナ好きだよね。なんか定期的に使いたがるよね。マジで使いやすい。しかも、もう勝ってる気がする。ドラゴンだよ。当てろ。ナイス。うわお。格付けが済んじまってる。トップはもう勝つことができない。あかりでは。ハルブレイカー出ちまったらハルブレイカー持ってるチャンピオンじゃないと勝てねえんだよ。ここ引き当てれないもん俺。いろ効かねえ。硬すぎる。怖いのか。ほど。ビビってるぜ。帰った。いや、さすがにか。CS 上手だね、このとこ。めっちゃ上手。フェイスクラッシュ最後なんだね。入ってくんの。よう入ってきたね、今の。ワンチャン勝てるかなと思ったけど、ビルド差がもう。イコライザー雑。できません。当たらない。ですわ。買っちゃったね。ベルボード使ったのか。エース取るのむずいな。こっち稼げないな。エースルートじゃん。エズルともう上がってんのかな。さっき言ってたけど。さっき言ってたな。あ、上がってる。あ、ミリだった。かなり次これは死んじゃったかな、上がり。フェイスカッシュが上がれば。瀬戸ってどういうチャンピオンが苦手なんだろうね。なんか何にでも戦えそう、こいつ。ベインとか？でもワンチャンありそうだよ。ワンチャンあるかな。
ベイン、クイーンあたりのレンジとかやっぱきつい感じか。あーいいな、あのブリッツクランク。とんでもダメージ。しかしシールドブレイクがついている。そういうことか。なんか一瞬死んだなと思ったら、ブリッツクランクのアルティメットにはシールドブレイクがついている。帰国しやし、うーわー、カンバー。あー、ドラゴンかな。低いな今の。乗るとテクイは。出るかも。うめえ。スマブラなんだよねこれ。ウルト読み回避ウルト。見てからじゃ絶対。終わっちゃった。終わっちゃった。AFK してる。動きをよく見て行動を予測するんだ。あ、やっぱミュートラと集中できていいわ。めっちゃ距離してたのか。めちゃめちゃ集中してたもん。ブルドテク勝ったってだろ。右側に行くやつに。野草のウルトにテクイとかあるのか。ウルトポチーだと思ってた。冗談半分本気。くそ。わからんやつやめろ。おーおーおお、やさ90万ポイント、それか。ジャング介護してもらいやがってよ、クソは。もう今日ミッドへのヘイト高いけど嫌だわ。これはカズ ADC ですね、間違いない。
あ、マジで。手がキンキンに冷えて上がる。水色も結構悪くないね。うん、レバのコミュニティ好きなんだ。だから俺もレオナでそればっか使ってる。これすごいかっこいいだろ。赤も好き。赤はなんかあれだね、ちょっと渋い感じの赤でいいね。おとなしめの赤。水色結構鮮やかで好きだけどね。これなんか主人公気感ある。おいしいな。こいつら怖えよ。めっちゃ擦ってるよ。やばい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 。ゼゼゼゼアゴトジャングルだ。アゴトジャングルだ。アゴトジャングルしかない。アゴトジャングルしかない。バカおもろいよこれ。お土産漁ってったら間に合うか。おい、どれもいいよ。こいつやけど。サッカーで京都でさ、はい。ロコがさ、なんか隠居してたさ、あの寺わかる。ロコ。ああ、わかるわかる。あそこ行ってきたで。京都行ってたんか。うん。あそこめっちゃ行きた、なんて言うんだろう。義兄って知る、義兄出てくる前から知っててさ。またさっきの予想じゃん。え、もっけこれ、出るの？あれ、出張？それとも普通に旅行？どうやってセットで。旅行。ちょっと待って、今いいとこだ。やばい、コーヒーぶちまけた。教えてよ、これ。これね、ぐちゃぐちゃだ。どうしたの？キーボードにコーヒーぶちまけた。終わりだ。まだそれは。まだあのシャバシャバのやつ使ってんの。やばいやばいやばい。シャバシャバじゃん。なんでシャバシャバのやつまだ使ってんだよ。なんかもう無理かもしれない。いいなこれ。めっちゃ。やっぱいい色してるね。なんかすげえ細かめ。三国武神スキンは結構こだわってるよね。なんかレオナのスカートとかもね、結構ふわふわすんだよね、あれ。メカニカルなんだけど。これに比べてみたいなやつ探してるけど、ね、かっこよすぎる。まあ、一番かっこいいのはサンゴ礁丸ファイトなんだけどね。サンゴ礁丸ファイトと水場丸ファイト神だから。水場丸ファイトはね、ちょっと OP すぎる。シャー当たったー見えなくなる。ブッシュ？あれ、ブッシュ。